はい、こんにちは、カンパパです。もうね、12月に入りました。雪の便りもね、聞くようになりましたね。待ちに待ったスノーシーズンです。まあ、冬の楽しみ方は、僕はね、やっぱりスノーシュートレッキング。まあ、みんなで楽しむこともできるので、こちらをするようにしてます。今回はそのスノーシュートレッキングで使う冬の装備ですね。雪山登山の装備とはまたちょっと違うんですけど、こちらのスノーシュートレッキングの装備をご紹介したいと思います。はい、一番右ですね、竿のようなものが映ってますが、こちらがストックですね。こちらのストックはアトラスのスノー用のストックでして、登山用のストックと違って伸び縮みするジョイントが1箇所しかありません。ですので基本的に折りたたんでも、まあ結構長いままですね。まあ、なるべくね、このジョイントが少ない方が剛性が高いですから、まあ、そういった意味でこのアトラスのストックを使ってます。非常に丈夫です。はい、はい、その左側ですね、こちらのザック、前もザックの動画でご紹介しましたけど、こちらオスプレイのミュータント、38リッターモデルです。これはあのクライミング用のザックですが、スキーもつけられますし、もちろんスノーシューも OK だし、よくできたザックです。まあ、今回の主役なんですが、こちらがスノーシューです。僕のあのスノーシューの動画では赤いスノーシューが出てくると思うんですけど、こちらがですね、はい、TSL というメーカーです。まあ、フランスのメーカーですね、フランス製です。エクスペディションの325というモデルです。よくね、スノーシューのメーカーで有名なのは MSR ですね。 MSR も非常にいいと思います。ただ僕がね、この TSR をずっと使ってる理由が、まあ、単純な理由で、初めてスノーシューを使った時に、まあ、貸してもらったんですけど、その時に TSL のだったんですね。まあ、それ以来ずっとこのメーカーを使うようにしてます。代表的なスノーシューの機能と一緒で、まあ、蹴り出しの時にね、こう刃が下を向いて効率よく推進力を得ることができます。また同時にかかとが浮きますから非常に歩きやすいですね。あともう一つ、アタッチメントを下げてかかとを高くすることができます。これはあの上り坂の時に非常に有効でですね、かかとの疲れが非常に少なくなります。後ろがですね、スタッド秒ですね、これが 1,2,3,4,5,6 と6箇所あります。でこれでですね、凍った斜面とかもガリガリ登ることができます。まあアイゼンほど効かないですけど、まあ、アルパインで使っている方もいらっしゃるぐらいですから、まあ、非常に高性能なモデルです。はい、その左側ですね、ちょっと銀色に渋く輝いているものがありますが、こちらをご紹介します。これ見るとね、お分かりだと思いますけど、シャベルです。シャベルで、こちらが柄があります。柄がね、二分割になってます。ちょっと組み立ててみますね。まず柄の中間の部分、これを入れます。はい、差し込まりましたね。はい、はい、柄の一番先端の部分、この部分を、はい、こういった感じになりますね。これはね、別に山に雪かきに行くわけじゃないんですけど、まあ、最悪のケースを考えて行動してます。っていうのは僕一人じゃなくて株も一緒なんで、もし二人で遭難しちゃったらどうしようもないんで、ケースとすれば万が一というぐらいの確率しかないんですけど、雪道を掘るってことがあります。雪の壁を作るってことも緊急避難の時は非常に大切なことです。幸い雪山で微弱したことはありませんが、これよく見るとですね、やっぱり擦れてる跡があって、これってかなり氷のとこをガリガリやってるんですよね。そういうことを考えるとね、やっぱり素材自体もプラスチックのものじゃなくて、こうしたね、金属もの、まあ、アルミがいいですね。シャベルはね、これ以外にもいろんなメーカーから出てます。あんまり目にする機会ないと思いますけど、一応ご紹介だけはしておきます。はい、次にご紹介するのは一番左側にある靴ですね。
はい、こちらはですね、登山靴とはまたちょっと違います。ソレルってメーカーご存知ですかね。ソレル知ってますよね。ソレルのカリブーという有名なスノーシューですね。すごいね、あのボアがついてるのと、確かねマイナス30何度まで OK とかってすごい歌い文句なんですが、実際ですねこれはまあ見た通り、まあ、かなりちょっとよたってんですが、だいぶ長く履いてます。性能的にはもう全然問題ないですね。雪の上で履いてるんでほとんど減ってませんアスファルトとかで履けばねこの辺すぐすり減っちゃうんだけど、ほぼ雪の上専門なんで、まあ、ちょっとつま先が擦れてるぐらいです。でスノーシューの場合はこれぐらいボテってしてる靴じゃないとスノーシューのバンドがねきっちりかかんないんで、こういったモデルをおすすめします。登山靴でも全然いいですよ、できますよ。僕はね、まあ、慣れてるからなんでしょうけど、これカリブが一番合ってるような気がする。これ非常にいいですよ。これね買ったらね一生もんとは言わないけど非常にいいモデルです。はいはい、その下ウェアですね。マウンテンハードウェアのこれねコヒージョンジャケットと、その下がパンツです。バージョンは随分前のやつ、古いです。もう単体の性能でいうと、まあ、雨具以上ハードシェル以下なんですが、スノーシュートレッキング、まあ、これやる場合はこれをハードシェルとして使ってます。登山と同じぐらい汗はかきますけど、やっぱり体温調節できる方がいいので、レイヤー的には 4つぐらいを重ね着でやった方がいいかなというふうに思います。その右がですね、これパックに入ってますけど、これモンベルのアルパインダウンジャケットって言うかな、とにかくあの僕が持ってるダウンジャケットの中で一番モコモコのやつです。やっぱりねスノーシューの目的というのは、まあ、雪の上歩くことプラス、まあ、着いた先でですね食事したり、まあ、そこでコーヒー飲んだりっていう、そういった時間が非常に楽しいんですね。そういった場合ね、まあ、楽しい反面ね体温が一気にねこう冷めるんですよ。そうした場合ね汗冷えをして調子を崩す、まあ、そういったケースも考えられますので、やっぱり休憩中はモコモコのダウンジャケットを着て体温が下がらないようにしてます。はい、その右側のちっちゃい黒いやつがですねツェルトですね。でツェルトはね、まあ、どんなケースにも持ってきますけど、まあ、詳しくはあの僕が出しているツェルトの動画をご覧いただければと思います。でその下ですね、ブルーのものと黒いものがありますが、これがグローブです。はい、こちらのグローブはフリースのグローブですね。これはもうインナーグローブとして素肌を直接出すとまずいんで、こんな感じではめてます。これあのスマホがね効くんですよ。これたまにですけどねあんまり使えないんだけど、はい、これとですねメインのグローブはこれですね。これはマウンテンハードウェアのアウトドライグローブ。非常にこれね熱いんですね、性能良すぎて。一回ねスノーシュートレッキングで使ったらちょうどいいんですね。あの寒風吹き寒い中でやるのはこれちょうどいいんです。でしかもねこれいいなと思ったのは、ここは総側でしょ、まあ、中がね十分な保温材が入った上で総側 でしかももちろん防水ですね。そうするとね前に紹介したシャベルなんていうのはもろ金属ですから、素肌で触るとね凍傷になっちゃうぐらい冷たいんですね。やっぱねこれぐらいがっちりしたグローブじゃないとあのシャベルは扱えないんで、まあ、そういった時にも重宝してます。はい、今度ね右下のコーナーで山線ボトルですね、大きい方です。あの出発時に必ず熱湯を入れて持ってきます。別にねストーブとか持っていくこともあるんですよ。ただね本当に風が強い時とか気象条件が厳しい時は、まあ、外でストーブなんかできないんで、そういった時はやっぱり魔法瓶に入れたお湯が最強です。まあ、そういったところで必ずそれを持ってきます。その右側こちらがですね応急キットですね。これも以前いろいろ紹介したと思うんですけど、まあ、一通り救急キット応急キットが入ってます。その下これ携帯トイレです。あのねやっぱりねもう出るものは仕方ないんでしょうがないんですけど、やる時の注意なんですが、夏山に比べて冬山は分解しづらいのでずっとあのままで残ってますから、持ち帰らないといけないかなとやっぱ個人的に思います。まあ、雪に埋めてもね基本的に雪解けまでそのままですから、極力持ち帰りましょう。はい、でその下がですねこちらがトランシーバーですね。
3キロも4キロも離れてる人と話すときはそれは携帯にかなわないんですが、例えばまあホワイトアウトしちゃって前の人が見えないって時はもうこれに限るんですよ。ホワイトアウトしようがブラックアウトしようがね、トランシーバー関係ないですから。でね、株ママ1台で僕1台と持ってきます。もしくはね、他にね同伴者がいる場合はそちらの方にですね貸して、で常に連絡は取るようにしてます。全く使わないケースの方が多いです。雪山の場合は必ず持っていくようにしてます。はい、欠点です。かなり明るいタイプではあるんですが、遠くに飛ばすモデルではなくて周囲を明るくするタイプの欠点です。はい、これねよくね雪山やる方とかねおなじみだと思うんですけどね、これ100均じゃないですね、ちゃんとしたいい値段するんですけど、アズマっていうメーカーでサッシの隙間をねそうやってやる専用のブラシなんですよ。だからねこうやって薄いのサッシの隙間に入れるんでね、こっち側も反対側はねほらここにヘラみたいになってるでしょ、爪というかヘラっていうか、ここ溝をねぐーってきれいにするわけ。なんでこれが持ってるかっていうと、アイゼンだとかスノーシュー履くときにやっぱり雪を落としたりねしないと、もう盛り上がっちゃって履けないケースでもやっぱりあるんですよ。そこそこね落とさないとダメなんで、あとね雪の中でテント霜を落としてねこうやってまとめてスッスッスッって外に出すとかね、いろんな使い道あるんです、まあ、年に何回も使うものじゃないですよ、まあ、このねアズマのブラシ、これ非常に使えます。多分そこらのホームセンでも売ってます。これ毛が硬いですからおすすめです。はい、で最後ですね、はい、ホルダーカップ、これね皆さんにも前お話したと思うんですけど、折りたたみ式のカップです。まあ、さっきも申し上げましたけど、やっぱりスノーシューの楽しみの一つとして食事、あとはね現場で飲むあったかいお茶コーヒーね、やっぱ器がないと飲めませんから、まあ、こういったものを必ず忘れないように持っていくようにしています。はい、以上でございます。今ね僕が紹介したスノーシューの道具というのはフル装備に近いです。まあ、ここに実際食料が入ったりねするんですけど、これ重さ測ってないですが38リッターのミュータント、まあ、これに十分収まります。まあ、スノーシューは外付けですけど、それ以外はすっぽり中に入っちゃいます。トレッキングとはいえね雪山ですから、まあ、万全な装備で臨んで、まあ、遭難とかしないように気をつけて遊んでいきたいというふうに思います。スノーシュートレッキングの装備のご紹介でございました。はい、カパパでした。ありがとうございます。